続いてはカラスの皆さんです。チームコンセプトはよさこいで泣く。結果をつかみ取ることを最大の目標とし、よさこいから得られる感動を求めて活動しています。面白さにこだわったカラスの演舞から何かを感じていただけたら幸いです。それでは踊っていただきましょう。カラスの皆さんです。どうぞ。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。カナロ、こんにちは。千葉県は千葉市より参りましたカリスマチームカラスと申します。これから踊らせていただきます曲名をカラスナンバー7、7と申します。物語はとある神社一対の狛犬が神様の気まぐれから命と名前を与えられたところから始まります。鳥居を伝って流れ込んだ命は狛犬たちを目覚めさせ、歌い舞いに祈ります。しかしやがて彼らは自分たちの名前の意味を知ります。彼らの名前はアウン、物語の始まりと終わりを意味する言葉です。そして石に帰ると気づいた彼らは世界に最後願いを込めます。名前ある者たちが名を残すために成り上がる世界、カラスナンバー7、7。カラスという名前を千葉のよさこいを背負っていただきをいただきに来ました。お付き合いのほどよろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。カラスの皆さんでした。